というわけでコードレス電動ドライバーをもらいました。ちょっと前になりましたけど、グヤトン EB4 磨き上げていきたいと思います。まずはパーツ外していきますね。ボディとネックが外れました。マジかよ、ネジが1本欠品してる。ブリッジカバー外してびっくりしたんですけど、これネジが1本欠品してますね。こういう感じでネジが本来ついてるんですけど、これはもうしょうがないですね。中古を買う上でよくあることです。続きやっていきましょう。電装系パーツ外れました。まずボディが単板になりましたね。続いてネックのこのパーツ外していきます。今回はこのパーツはつけたまま磨いていきます。ではネックの磨きからやっていきますね。まずは固く絞った雑巾で拭いていきます。軽く水拭き終わってあげました。見てくださいよ、真っ黒ですよ。切ったね。じゃあこれから磨いていきますけど、磨いてあげる前にできれば新聞とか引いてあげていくんですよね。このピカールで磨いていきます。磨き終わりました。やばいでしょこれ、ピカピカやで。で本来は指板をこんなピカールで拭いていけませんよ。けど指板丸ごとピカールで拭いていきます。理由はですね、このようにですねテープ跡が結構残っちゃってるんですね。こういうのをゆっくりレモンオイルなどで溶かしてあげれば一番いいんですけれども、まあフレット磨くついでに全部ピカールで落としていきます。見て、丸
っ黒よ。もともとこういう白い色でしたからね。真っ黒。うわ、これはすごいや。では芝磨いていきます。磨き終わったので最後保湿していきます。の前にタトルワックスで磨いていきます。はい、ピカピカになりました。ワックスという通りここも兼ねてますので、これで塗装の汚れを剥離してここまで仕上げたという感じですね。熱い。たっぷりめにつけてます。普通こんなにつけちゃダメですよ。じゃあ磨いていきます。はい、これで完成です。ネックがもうピッカピカ。おお、映るようになりましたね。いやー、磨き上げました。一番目もピカピカですね。続いて本当はボディやりたいんですが、体力の限界が来たのでボディはまた今度。ありがとうございました。